コロワ甲子園は兵庫県西宮市甲子園にある三菱自所株式会社が運営する大型商業施設である。2018年4月26日に各種専門店が入居し、イオンリテール株式会社の運営するイオン甲子園店からリニューアルオープンする形で開業。1993年にプランタンとして開業し、大英イオンを経て、 2018年よりコロア甲子園として運営されている。1981年、紅葉学院高等学校跡地に大英がプランタン甲子園を建設することを発表したのが始まりである。発表してから長らく地元関係者と調整を重ね、1986年5月に参上申請を行い商業活動調整協議会で認可されたため、 そのまま建設開始になるかと思われたが、地元住民との交通環境問題をめぐり意見が、対立した関係で調整が難航となり大幅に遅れ、1990年11月2日に非公式を行い着工した。1993年6月17日に開業。デパートメントストアとは何かと原点に戻り、カジュアルデパートをコンセプトに21世紀に備えた。 新たな百貨店業界を構想するための実験店であった。初年度の売り上げ目標は180億円。運営は大英グループ全額出資で設立した子会社プランタンデパート甲子園が行った。なお、日本で出店したプランタンはこのプランタン甲子園が最後の店舗となっている。建物は三和銀行系列の東洋不動産が受注し、アトリエ ATA と 大林組等が工事を手掛けた。大英甲子園店、時代1995年9月1日付で、大英が経営不振に陥っていた、プランタン甲子園の経営権を子会社のプランタンデパート甲子園から譲り受け、大英甲子園店に名称変更し大英直営にした。店番号は0633。当初のコンセプトであった。 カジュアルデパートの変更は行われなかった。直営化後も入り口にはプランタン時代の名残である大きいシャンデリアが飾られていた。大営直営化になったと同時に東京のひもんや店、神奈川の東戸塚店、大阪の京橋店、福岡のショッパーズ福岡店とともに開業当初から売り場面積が大営グループ最大級であったため甲子園店は 期間店舗として名を挙げた。甲子園店の場合、鉄道を利用し甲子園駅から甲子園球場へと向かう観客が途中立ち寄って、弁当や飲料などを買い求めることが多く、これらの売り上げが期間店舗へと押し上げている要因となっていた。プロ野球阪神タイガー,アース主催試合のある日は特に、球場開門から試合開始前後にかけて、 地下2階の食料品売り場ではレジでの生産を待つ、客がと狭ろせましと行列を作っている光景を目にすることができていた。しかしそれ以外のフロアは比較的換算としていた。また、大英が球団を所有していた時代2003年の日本シリーズは阪神 VS 大英であり、当店でもホークスの優勝セールが行われたが、阪神ファンからは敵チームであったにもかかわらず、 優勝セールは全店で一番の売り上げだった。長らく回転ドアが使用されていたが、六本木ヒルズモリタワーでの回転ドアによる死亡事故が発生したことを受けて、当店でも後に回転ドアを撤去した上で、両開きの自動扉に取り替えられた。イオン甲子園店二千十六年三月一日に当店の運営が株式会社大英からイオンリテールに承継され、二千十六年三月七日、 大英としての営業を終了し、2016年3月10日にイオン甲子園店に改称した。2017年2月28日、三菱支所が新宅受益権を取得したが何の発表も行われなかった。その後、イオンとしては同年5月末をもって閉店することが関係者の話として同年3月27日に報道された。この報道を受けてか、 三菱辞書は、その翌日に新宅受益権所得と再オープンの件を発表した。スケジュールに関しては未定とされた。店舗に関してのスケジュール発表がないまま、タイムズとの契約が5月までで終了するとだけ発表されていたが、5月下旬になって5月末までで店舗の大部分を営業停止とすることを発表した。一方プロ野球や高校野球の観戦客の多くが、 当店を利用している状況を鑑みて、6月以降も当分の間は地下2階の食料品売り場の営業を継続とし、それ以外のフロアは1階のみテーブルと椅子を並べた休憩スペースとコインロッカーを設置、駐車場もタイムズとの契約終了を撤回して4.5回のみ営業することになった。いつまで続けるかは未定としていたが、同年10月1日をもって、 食品売り場も含め全館の営業を終了した。その後は2018年5月に再オープンし、イオンリテールが引き続き営業する方向で調整が進んでいるとされた。なお、10月以降の同年中は、甲子園球場でのプロ野球開催日に限り、臨時で店舗前にて弁当など飲食物の販売を行った。2017年12月、2018年5月に、 コロワ甲子園として開業し、イオンは地下2階のみに食品スーパーとして再出店すると発表された。その後、同年4月26日に開業されることが決定し、それに先駆けて同月24日25日にソフトオープン。地下2階に再出店したイオンは、この際にイオンスタイル甲子園に解消した。三菱地所が展開する近隣型ショッピングセンターのコロワ、 ブランドの1号店である。2018年4月末の時点のものとする。大英時代、B2 回食料品、薬 B1 回暮らしの品、書籍アシーネ、山田電機 Q ベスト電機1回化粧品、服飾雑貨2回医療品3回子供用品、おもちゃ、フードコート、ゲームセンターランランランド、パロエレベーターやエスカレーターは、日立製だが、 前日の通り当たり施設は三菱辞所の運営になったが更新後のメーカーは未定。ありがとうございます。